田さんの前でね、津川さんのモノマネするとね、ひでただよいかって言うとね、松村ちゃんボカであんな風に首を動かさないよ、首は一つ、これでずっと喋るの、まばたきもしないんだよってこう言われたんですけどね。それからね、あのお中元とお歳暮を送ってからですかね、津川さんが松村ちゃんこれでいいのかな、これでって、津川さんの方が見させていただいてましたし、最初僕はあんな風に大声を出さないよって言ってたんですけど、僕が大声を出すモノマネやってたから、なんかいろんなドラマに出るときやたらと声がなんか大きくなったような気がするんですよね。なんかものすごく松村ちゃんがね、モノマネやりやすいようにしてるからねってこう言われてるような気がして、ずっとそういうふうな感じ立ちだったですね。